皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。真田広之が主演プロデュースを務め、ハリウッドの制作人が手掛けるドラマ、「将軍将軍」が毎週火曜にディズニープラスのスターで配信中。同作は、ジェームズ・クラベルのベストセラー小説を原作に、日本に漂着したイギリス人航海士ジョン・ブラックソーン、後のアンジンイコール・コズモ・ジャーヴィスの視点から戦国の陰謀と策略を書いた物語で。 トップガンマーベリックの原案を手掛けたエグゼクティブプロデューサーのジャスティン・マークス氏に加え真田も制作陣に名を連ねハリウッド制作陣が本気で作り上げた戦国スペクタクルだこのほど WebTheTelevision では今作に参加しているエグゼクティブプロデューサーのマークス氏とレイチェル・コン同士に単独インタビューを行いドラマが生まれたいきから制作に関するエピソード 日本に対する印象や影響を受けた日本人監督などについて聞いた。写真、圧倒的なリアリティ真田博之、虎奈が、二階堂文み、落葉の方、ら7人の戦国衣装カット。世界的にヒットを記録。同作は2月27日より配信が開始されてからの6日間で、全世界再生回数900万回。 ストリーム総時間を1、2話の合計時間で割り出して算出を記録。スクリプテッド・ゼネラル・エンターテイメントシリーズ作品としてディズニープラスの歴代1位となったほか、映画批評サイト、ロッテントマトーズのレビュー評価で配信開始直後までは100%フレッシュを記録。その後も99%をキープ、3月6日時点、するなど世界中から注目を集めている。将軍将軍。 ににエグゼクティブプロデューサーサとしてて関わるようになった経緯から教えてくださいマークス氏私たちが関わっている FX というスタジオから新しい世代にこれを届けたいということで一冊の本が送られてきました。それがジェームズ・クラベルの「将軍」だったんです。ベストセラー小説ではありますが親の世代が読んでいた作品だったので私たちはそれを読んだことはありませんでした。 でも読んでみたらすごくよくてこの物語はある異文化に出会った時どのようにその文化を知るべきなのかが書かれていましたし自分自身を知ることにもなると気づいたんです物語の舞台は1600年ですが異文化に触れるということは今の時代でもあることですからね近藤氏まさにその通りで時代は1600年戦国武将や侍などいろんなキャラクターが登場しますが 登場人物は現代の私たちと同じような感情を持っていたりするので共感することができるんです。真田の印象は話すと長くなります、笑。主演の真田さんは日本を正しく伝えたいという思いを持ってこの作品に臨まれたということですが一緒に仕事をしてみての印象は近藤氏、真田さんから本当にたくさんのことを学びました。話すと長くなりますけど。 取材の時間どれくらいあります笑マークス氏本当にどれだけでも話せるくらいたくさんありました笑とにかく真田さんがいなかったらこの「将軍将軍」というドラマはできてなかったと思います主演というだけでなくプロデューサーとしても貴重な存在でした私たちが真田さんと最初に会って話したのは彼の役柄や今回の作品のストーリーではなく 今までハリウッド映画がどうして日本を正しく描けなかったのかということでした。近藤氏、そのことについて最初に話し合えたことが、その後の制作のことを考えると大きなことだったなと思います。マークス氏、大きく手を広げる仕草こんなにも長いリストを彼からもらいました、わら。近藤氏、それは真田さんからの提案だったんです。マークス氏、 そこに書かれていた内容はすごく理解できるものでしたね。例えば、所作の指導者に参加してもらう、とか、衣装、メイク、小道具に関しても日本の専門家にしっかりと見てもらう、とか、時代交渉に関してもきっちりと行うというようなことが書かれていたんです。たくさんの項目がありましたけど、それは決して難しい要求ではありませんでした。私たちも、 こういう作品には専門家の方が必要だと思っていたのでこれがダメあれがダメということではなくこれはこうしましょうという提案のリストだったんですね近藤氏そうなんです細かく代案を用意してくれていたのですごく助かりましたマークス氏そのリストをもとに制作も進めていきました今回の作品にはカナダやアメリカのスタッフもたくさん関わっています 彼らもプロフェッショナルなので、ただ言われたことをやるわけではありません。リストをもとになぜこれが間違っているのかというふうに理由を聞いて、それに対する答えをもらって納得するという形で、一つ一つ確かめながら、日本から参加されたスタッフの方との信頼関係を築いていったんです。日米のスタッフがきちんと意見交換。日本のスタッフ ハリウッドのスタッフの双方がちゃんと意見交換ができて、納得した上で進めていったと。マークス氏、はい、その作業はとてもクリエイティブなものだったと思っています。近藤氏、私は日本の血が入っているので、自分としては日本のことを結構知ってるつもりだったんですけど、知らないことや新しい発見がたくさんありました。私は日系アメリカ人でハワイで生まれているので、 日本で生まれ育った人とはやっぱり感覚的に違う部分も多いんだなという気づきもあって、すごく貴重な経験になりました。マークス氏、レイチェルさんが言ったように、日系アメリカ人、日系カナダ人のスタッフもたくさんいたんですが、日本からのスタッフとのやり取りの中でいろんなことを知れたのは大きかったなと思います。政策に関しても、日本のやり方とハリウッドのやり方で違うところがあると思いますが。 そのたりはどういういいに進めていったんですか。マークス氏、これも真田さんと話し合って決めたんですが、日本のスタイルで撮るのか、ハリウッドのスタイルで撮るのか、どちらかにではなくて、両方のいいところを採用していくやり方で進めていきました。近藤氏、制作する現場のことだけじゃなく、見る人に対しても一つのスタイルで進めてしまうと、アメリカの視聴者には合うかもしれないけど。 日本の視聴者には合わないかもしれないとかその逆とかそういうことがないように両方のやり方を融合していった感じですね。日本人キャストが多く名もなき侍の役も日本人が起用されていますがキャスティングのの重要性はどのように考えていましたかマークス氏キャスティングに関しても日本人の役は日本のキャストがいいというのは私たちと真田さんの意見が一致していました。 日本人キャストの方は時代劇を経験されている方も多くて、すでに書作や殺人などを習得されていたりします。そういう細かな部分が結構時間がかかったりするので、日本人キャストを起用することは私たちにもメリットが多いんです。近藤氏、お辞儀の仕方とか、そういう書作はやっぱり日本人の方の方が慣れていますし、美しかったりするんです。マークス氏、 これはキャストの話ではないんですが、撮影の時に日本のスタッフの方の意見ですごく良くなったことがありました。家の中を撮影する時に、縁側にカメラを設置して中を撮ろうとしたんですけど、壁がすごく殺風景だったんです。もう少し面白い画が撮りたいんだけど、と言ったら、日本のスタッフの方が、それはカメラのアングルが間違ってるんですよ。逆に向けないと。 日本の家屋は室内から庭を望むように作られているから縁側があるんですと教えてくれました近同し、外から中を撮るんじゃなくて中から外の庭の型を撮るカメラを置く場所を変えて逆方向にしただけで全然違う風景が広がっていました影響を受けた日本人クリエーターちなみに日本人監督の作品で好きな作品影響を受けた作品はありますか マークス氏、時代劇は黒澤明監督の作品で知りました。黒澤さんの作品が好きで、時代劇も好きですけど、天国と地獄、悪いやつほどよく眠る、良いどれ天使といった現代を舞台にした作品の方がもっと好きですね。大学生の頃に日本に来たことがあるんですが、それも黒澤監督の影響でした。最近は、是枝裕和監督の作品が好きです。 なので今回日本を舞台にした作品に関われたことが本当に嬉しいです近藤私は子どもの頃あまり日本の映画を見てこなかったんですけど大人になってから日本の文学にはまりました特に好きなのが遠藤周作さんの「沈黙」と阿部工房さんの「砂の女」です日本の映画や文学に興味を持ってらして今回日本を舞台とした作品を作られたということですが また次に日本人キャスト、スタッフと組んで何かを作るとしたらどういう作品がいいですかマークス氏、将軍将軍は西洋人が日本に漂着して、全く新しい文化や国を知るという物語だったので、次に何か作るとしたら、その逆も面白いんじゃないかなって思います。日本人がアメリカに来て、初めて世界の文化を知る、みたいな感じで、ぜひまた何かできたらいいなと思います。 しからの提案だったんですマークス氏そこに書かれていた内容はすごく理解できるものでしたね例えば所作の指導者に参加してもらうとか衣装メイク小道具に関しても日本の専門家にしっかりと見てもらうとか時代交渉に関してもきっちりと行うというようなことが書かれていたんですたたくさんの項目がありましたけど それはは決ししして難しい要求ででありませんでした。私たちもこういう作品には専門家の方が必要だと思っていたのでこれがダメあれがダメということではなくこれはこうしましょうという提案のリストだったんですね近藤氏そうなんです細かく代案を用意してくれていたのですごく助かりましたマークス氏そのリストをもとに制作も進めていきました 今回のの作品にはカカナダやアメリカのスタッフもたくさん関わっています彼らもプロフェッショナルなので、ただ言われたことをやるわけではありません。リストをもとになぜこれが間違っているのか。というふうに理由を聞いて、それに対する答えをもらって納得するという形で、一つ一つ確かめながら、日本から参加されたスタッフの方との信頼関係を築いていったんです。 日米のスタッフがきちんと意見交換日本のスタッフ、ハリウッドのスタッフの双方がちゃんと意見交換ができて、納得した上で進めていったと。マークス氏、はい、その作業はとてもクリエイティブなものだったと思っています。近藤氏、私は日本の血が入っているので、自分としては日本のことを結構知ってるつもりだったんですけど、知らないことや新しい発見がたくさんありました。 私は日系アメリカ人でハワイで生まれているので、日本で生まれ育った人とはやっぱり感覚的に違う部分も多いんだなという気づきもあって、すごく貴重な経験になりました。マークス氏、レイチェルさんが言ったように、日系アメリカ人、日系カナダ人のスタッフもたくさんいたんですが、日本からのスタッフとのやり取りの中でいろんなことを知れたのは大きかったなと思います。政策に関しても日本のやり方と ハリウッドのやり方で違うところがあると思いますが、そのあたりはどういうふうに進めていったんですかマークス氏、これも真田さんと話し合って決めたんですが、日本のスタイルで撮るのか、ハリウッドのスタイルで撮るのか、どちらかにではなくて、両方のいいところを採用していくやり方で進めていきました。近藤氏制作する現場のことだけじゃなく、 見る人に対しても、一つのスタイルで進めてしまうと、アメリカの視聴者には合うかもしれないけど、日本の視聴者には合わないかもしれない、とか、その逆とか、そういうことがないように両方のやり方を融合していった感じですね。日本人キャストが多く、名もなき侍の役も日本人が起用されていますが、キャスティングの重要性はどのように考えていましたかマークス氏、 キャスティングに関しても、日本人の役は日本のキャストがいいというのは私たちと真田さんの意見が一致していました。日本人キャストの方は時代劇を経験されている方も多くて、すでに所作や殺人などを習得されていたりします。そういう細かな部分が結構時間がかかったりするので、日本人キャストを起用することは私たちにもメリットが多いんです。近お辞儀の仕方とか、 そういう所作はやっぱり日本人の方の方が慣れていますし、美しかったりするんです。マークス氏、これはキャストの話ではないんですが、撮影の時に日本のスタッフの方の意見ですごく良くなったことがありました。家の中を撮影する時に、縁側にカメラを設置して中を撮ろうとしたんですけど、壁がすごく殺風景だったんです。もう少し面白い画が撮りたいんだけど、と言ったら、日本のスタッフの方が、 それはカメラのアングルが間違ってるんですよ。逆に向けないと日本の家屋は室内から庭を望むように作られているから縁側があるんですと教えてくれました近同氏外から中を撮るんじゃなくて中から外の庭の型を撮るカメラを置く場所を変えて逆方向にしただけで全然違う風景が広がっていました影響を受けた日本人クリエーターちなみに 日本人監督の作作作品品、品で好きな作品影響を受けた作品はありますかマークス氏、時代劇は黒澤明監督の作品で知りました。黒澤さんの作品が好きで、時代劇も好きですけど、天国と地獄、悪いやつほどよく眠る、良いどれ天使といった現代を舞台にした作品の方がもっと好きですね。大学生の頃に日本に来たことがあるんですが。 それも黒沢監督の影響でした。最近は是枝裕和監督の作品が好きです。なので今回日本を舞台にした作品に関われたことが本当に嬉しいです。近藤私は子どもの頃あまり日本の映画を見てこなかったんですけど大人になってから日本の文学にはまりました。特に好きなのが遠藤周作さんの「沈黙」と阿部工房さんの「砂の女」です。 日本の映画や文学に興味を持ってらして今回日本を舞台とした作品を作られたということですがまた次に日本人キャストスタッフと組んで何かを作るとしたらどういう作品がいいですかマークス氏「将軍将軍」は西洋人が日本に漂着して全く新しい文化や国を知るという物語だったので次に何か作るとしたらその逆も面白いんじゃないかなって思います。 日本人がアメリカに来て初めて世界の文化を知るみたいな感じでぜひまた何かできたらいいなと思いますどこだと思いますか次は CU でした